大団長。待っていたぞ。聞きたいことって何だい？角折れ。角折れの噂を聞いたことはないか。角が折れると言ったらディアブロス。実は最近、ところがどっこい。ハンターから、まあ、ラージャンアップデート後のイベントなんでね、ラージャンだろうなと。渡りのイテチで角の折れたキリンを。角の折れたキリン。この花にピンときてな。俺も姿こそなかったが、そこかしこにあることあること。キリンしかし、妙だとは思わないか。なぜか最近、急激にだ。ということは、つまり、奴はここ最近、別のどこかからやってきた。まだラージャン以外全部終わってないからね。他のが来ちゃったか？というわけだ。奴がどこから来て、なぜ角が折れているのか。いや、もしかしてラージャンが折っちゃった的なやつかもしれない。以上だ。遅刻厳禁。渡りのいて地で目撃されたキリンの調査をする。銀色の特別任務オープン。はい、角の折れたキリンですねと。マスターの任務になるのか。あら、任務じゃない、フリーか。フリーでもない、イベント。特別任務、特別任務だ、キリンだね。早いな。来たな、遅刻もない。まずは角折れを探す。一応あるね。好奇心がみなぐってきた。ちょうだいっと。ホット節約術。いたいた。さあどうしよう。とりあえず不動を着て。見てください、角が。角がない。よーし、おいでなすったな。まあいいや。どこから横に、ボーン。がみなぎるな。え、横に、あ、イカ怒ってる、怒ってるんだ。うわ、死ぬ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 。壁ドンスタートしようと思ったら、なんで向かへんねん思ったら、おめえ怒ってんのか。それは自分の角を折ったやつに怒ってください。雷やられならないって素晴らしい。まだダメだ。次ぐらいだ。よし。ただ角すでに破壊されてるから、角破壊報酬もらえないんじゃないかっていうのがちょっとあるね。うお、びっくりした。どんだけ飛び降りる。どこまで行くねん。とりあえず頭に気をつけるか。長えな。よし、そろそろ不動。危ね危ね、もうピヨってる。え、あれ、ハンマーアップデされた、もしかして。だけど
どうだ。そんなことは全然なかった。何に当たってたんだ今。今当たってないのに連続スタンプできたから、あれもしかしてこれってって思ったんだけど、全然そんなことはなかったね。うん、これやっぱあれだな、ラージャンに寄られたっていう流れかな。同じ雷属性なのに。さあ壁ドンを狙いに行きましょい。行くぜ。思ったより遠かった。登ってからでよかったな。お、これは乱入来る可能性すら。いや、乗った瞬間に怒るのか。キリンってもしかして絶対？いて、いて、うそ。何そのピチョピチョダメージ。変身使いまくりだけど傷つけれたからよしとしよう。ありがとう天使。登るのをやめた。もう一回ぐらいいけるか。うう、切れた。これは飛び降りよ。嘘だろ。よし、ちょっと温泉にでも。あー、生き返る。あったけ。だらけではあるね。出した雷は止まらない。あのアイテム片付けようと思ったらすでに片付けてた、あるある。スライディングポイントで、オッケー、バテた。とりあえず傷つけといて、うおー、パスで火事場発動。 30% カットだよこっち。ダメージずっと持ってんだよね。挑戦者が欲しくなるよね。難しいわ。もうちょっと戦いやすい場所と。怒り収まったけど、これちょっと実験するか。
掴んだ時点でいきなり怒る可能性あるね、こいつ。掴まない方がいいかもしれない、そういう意味では。まあ、普通に考えてクラッチなんかされたら怒るのが当たり前なんだけど、壁ドンできないしね。ちょっとこの辺まで読んどいて。また怒った。ていうか角折られたからずっと怒ってるだけかもしれないね。まあわかんないけど、ほらアイスを吹き込む。そしてホットの効果が消えた。ちょっと待って、今のはそれじゃない。嘘だろ、勝手に。俺はこの攻撃が来たかっただけなんだよ。おお、馬の後ろ足。おお、変身最高。どうやって返したのか全くわからんが、とりあえず頭に傷つけてワンコンぐらい決めれたらいいかな。ずっと怒ってんだよ。これは連続スタンプはどう考えても無理だから下手だね。どこに今座れたらね。スライディングパンチ。切り返しの威力はなかなか。325、いいね。お、やった、アスカ文化アタックが一番強いと思います。強すぎ。またすぐ怒るんでしょ。知ってる。ほら、分かってるけど辛いな。落ちる。すごいフユフユしてる。割とかわせる。これは無理やな。もう一回。まだ来た。そんなピンポイントで落とせんのかよ。これは麻痺だけですね。違います、マンドラです。
嘘だろ。気絶無効、押せよ。カピタンの武器眠るの方がいいな。うわー、今のかわせなかった。これやばいんじゃない。ずっと怒った状態はねえだろ。攻撃のチャンスがハンマーじゃなさすぎる。坂道ないとね。駆動機を。連続ヒットしないことを祈る。するわ。火事場のおかげかな、今助かったの。戦ってられん、こんなとこで。ライディングポイントの場所はないのか。ん？ここもしかしてキャンプ地？ここキャンプ地じゃないのか。ここなら作れそうですね。はよして。調査資源管理所に相談してみましょうか。用意しといて。ハンマーは平地じゃキリン相手に攻撃できないな。と、ここは段差あるな。よしよしよし。でまた怒んでしょ。もうこれやってられないな。ほら。だいぶ使っちゃった。まあいいや。また怒ったよ。そろそろじゃない？ダメージ的には。ない、そんなの。そこまで。お、引きずってる引きずってる。よし。ふぅ。まあコリーは捕獲できんからね。今度かな。あーもうまた怒った。お、いよいよ3だけ当たればいい。よし、オーケー。もうずっと怒ってたね。鬼ぼっくりが鬼ぼったくりに見えた。とりあえず、5青ズの
特上飛。あと特上飛4回。昔キリン2回だったよね。えげつない古竜なのに。なんだこれは。うん、そんなことは言わない。何か取れそうなんにゃ。お、なんかちょっとレアそうなのか。なんだかんだでイテチもまだ全部回ってないからね。光れ、あ、光らせられなかった。このスリンガーでかいよね。ディアの角みたい。オーケー。報酬マスターランク26。キリンの盾紙ピュアクリスタル。V 破壊報酬的なものがない。もう壊されてたからか。お疲れさんだったな。お疲れさんだな。やつがどこから来たの。もっと。さあもう結果が出たぞ。作戦会議を始めるぞ。お前も来い。では早速頼む。角折れがどこから来て、なぜ角が折れたのかだ。まずはどこから来たかやな。これは主にひづめとたてがみを調べてみた。ひづめは付着した土を検出しやすいんや。体毛は飲食物とその摂取時期を割り出しやすい。それだったら腹咲いた方が良くないですかね。結論を言うと導きの地ですな。やつは導きの地からやってきた。間違いないで。導きの地、まさかあんなに遠くから。さすがは剣客の古竜といったところやな。次になぜ角が折れたのかやけど来たかこれ。これがなかなか興味深い。小さな傷が長い時間をかけて積み重なり劣化して折れた類のもんやなく、なくありえない方向からありえないほどの強い力が瞬間的に加わったことが原因や。無理やり折られたってことだね。つまり角をへし折った何者かが存在する。何者だ。大団長、過去には強大なモンスターに住処を追われ、数多のモンスターたちが急激に生息地を変えるなどの例もあります。この角折れももしかして交流なのに。ああ、何かから逃れ、導きの力、渡りのいて地へとやってきた。そこで大きな疑問が発生する。古竜であるキリンを追いやったものとは一体何だ。こりゃもう行ってみるしかないよな。というわけだ。司令官、調査許可をくれ。ダメだと言っても行くつもりでしょ。だからこれだけは約束してください。無茶はしないこと。危なくなったら凄腕のご機団たちを頼ること。ご機団たち、私です。それはい、任務クエストを用意します。オーケー。俺は一足先に行っているからな。遅刻厳禁。さあ、いでよ破壊の権化。ということで、ラージャンといえば電気。あと物理攻撃ちょっと強い。まあまあ、雷やられにならないようにこれに耐性盛りで、うん、問題ないね。ただ、古竜じゃないんで罠が効くからね。それだけ。こっちだね。よし、準備 OK。 ラージャンの氷だっけ、水だっけ、炎だっけ。まあまあ、俺は無属性だから関係ないけどね。よし、 OK。